さて、これからのことだが。ナルト。少し、考える時間をくれってばよ。お前は今どこにいて何を考えてんだ。あのマダラってやつが言ったことが本当ならサスケ、お前は、お前はやつを止められるのか。サスケを殺してでも。サスケの前にお前の方を先に見つけられるとは思わなかったってばよ。うちはイタチ。今の俺に戦う気はない。ただお前と話をしたい。俺を騙そうったってそうはいかねえぜ。てめえを捕まえればサスケに会える。逃がしゃしねえ。なぜそこまで弟にこだわる。あいつは抜け人だろう。あいつにこだわる理由だ。なのすげえ簡単なことだろ。少なくともお前なんかよりあいつのことを兄弟だと思ってるからだ。お前を捕まえてサスケを説得する。そして今度こそ一緒に木の葉に帰る。お前は絶対逃がさねえ。戦闘開始。今俺に戦う気はない。お前にやっても俺にはある。魔導クーマッシュリケン。こっちだってば。俺と戦う気はない。さっきから何言ってんだ。絶対に逃がさねえってばよ。イタチ、クーマの元だ。ここはお前を倒せばサスケが戻ってくるはずだ。お前ということが運べばいいな。クーマッシュ遅い。まどい。こっちだ。クーマン野戦士。どんなに熱い壁も俺の真術でぶっ飛ばす。勝負あり。
よし、サスケ、もうすぐだってばよ。やるようになった。言っただろ、お前を捕まえればサスケを。だが、現実、先ほどお前はサスケを兄弟のようだと言ったな。ならばもしそのサスケが木の葉を裏切り里を襲ってきたらどうする？なんだ、なんでサスケが。そんなことするわけないだろ。サスケはまだ純粋だ。簡単に何色にも染まる。そうなった場合、お前は奴を止められるのか。サスケを殺してでも、サスケと木の葉を天秤にかけられるのか。木の葉は守る。そんでもってサスケも殺さず止める。子供だな。お前の話は絵空事ばかりだ。忍びは時に厳しい選択を迫られることもある。前にも一度は同じことを言われた。でも選択肢なんかねえ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。お前にその力を渡しておく。どういうことだってばよ。お前は俺を狙ってたんだろ。もう行く。これから大事な用があるんでな。あん時イタチは何が言いたかったんだ。なんで俺に。ナルト、ちょっとこっちに戻ってきてくれないか。なんだ。おっと、それにサイたちも。なんでこんなとこに。ナルト、あんたに話があるの。え？今さくらちゃんなんて言ったの。だからナルト、あんたのことが好きだって言ったのよ。人が告白してんだからちゃんと聞いてよね。さくらちゃん、一体何があったんだってばよ。
さくらちゃんはずっとサスケのことが。別に何も、ただもう目が覚めただけ。確かに前の私はサスケくんのことが好きだった。でも抜け人で犯罪者である人を好きでいるなんておかしいでしょ。それよりも、私にとってナルト、あんたの方が私の中で大きな存在になった。いつも私のそばにいて私を支えてくれる。やっと私はそのことに気づいた。私はナルトさえいれば十分だから。ナルト、あんたももうサスケくんを追うのやめない？サスケくんは私たちのところには戻らない。だったらもう忘れて。いい加減にしろ、さくらちゃん。何キレてるの？私はただサスケくんからあんたに乗り換えただけじゃない。俺は自分に嘘をつくようなやつは嫌いだ。私が自分に嘘をついてる？何言い出してんのよ。苦しい言い訳にしか聞こえねえってばよ。さくらちゃんにはそういう嘘は似合わねえ。本当の気持ちは違うんだろ。私は、もし仮にさくらちゃんがそう思っていても俺の気持ちは変わらねえ。必ずサスケは連れ戻す。これは俺のためでもあるんだ。もういい。行くわよ、キバ、リーさん、サイ。さくらちゃん、これでよかったのか、さくら。キバ、お願いがあるの。なんだ。これからすぐにサスケくんを探す。協力して。第2章、終結の第7版。さくらちゃん、サイ、お前分身だな。さっきさくらが君に言おうとして言えなかった本当のことを言うよ。本当のこと？おかしいとは思ってたけど、やっぱりなんか隠してたんだな。ここに来る前、木の葉の同期メンバーとサスケのことを話し合った。そこで決めたあること、それを本当は伝えたかったんだ。決めた？一体何を決めたってんだ。サスケを木の葉の手で処理する。君の同期メンバー全員がそのつもりで動く。サスケを処理するって、さくらちゃんが、あのさくらちゃんが本当にそんなこと納得したのか。さくらちゃんはサスケのことが大好きなんだぞ。なのにそんなこと。サスケはこの世界を闇に向かわせる手助けをしている。このままでは戦争の火種を生むだけだ。今は犯罪者の一員だ。木の葉の忍びたちは暁に加担するサスケを容認できなくなった。さくらはバカじゃないし、それぞれの立場がわからないほど子供じゃないさ。だから君にどうにかそのことを伝えようとここまで会いに来たんだ。だったらなんで俺に本当のこと言ってくれなかったんだ。さくらはサスケを諦め、君が好きだと告白することで君との約束の重荷を解いた。お願い、ナルト、私の一生のお願い、サスケ君を連れ戻して。サスケは絶対俺が連れて帰る。一生の約束だってばよ。あの時の。それでも君はサスケを助けたいと言った。
君に本当のことを言うのは、実はさくらに口止めされてたんだ。自分が伝えるって言ってね。しかし実際には本当のことを伝えることなく去っていった。さくら、ここからは僕の想像ですが、おそらくさくらは一人でサスケを殺すつもりだな。おそらく。嘘だ。さくらちゃんが、さくらちゃんはサスケのことがあんなに大好きだからこそ、このまま悪へ突き進むサスケを放ってはおけないんだと思う。その方法が、大好きな人を自分の手で殺めなければならないことになるとしても、それがサスケを好きになった彼女なりの覚悟なんだと思う。ナルト。このことを知ったナルトの胸中はごちゃごちゃだな。さて、どうしたものか。ここにいたか。お前たちにすぐに聞いてもらわなければならないことがある。五影階段で何があったか全て話す。忍び忍んで忍び泣き。いや違うな、もっとこう拳だな。拳。忍び忍んで忍び泣き。おい、ようやく里から抜け出せたっつうのに、何のんきにラップかましてやがる。ん？ここまでことがうまく運ぶ機会はそうはないぜ。それくらい分かってんだろ。いや、捕まったと見せてそれは擬態。今頃内葉は緊急事態。なかなかの案だったぜ。身代わり暗夜の作戦。せっかく掴んだ自由だ。くだらねえラップを練習するよりもっと他のことに使えよ。 NO ハッツン、これはラップと演歌の最強合体、新開発の常年合作だよ。いや、そんなこと聞いてねえし、俺が言いたいのはもっと有効に。演歌ラップこそ思考、思考を重ねて、これこそ最高。ウィー。ああ、もういい。まあ見てろよハッツンよ、すぐに有名なメジャーデビューってもんよ。っていうか B、 お前気づいてんのか。何か厄介なやつが近づいてるぞ。優先すべきは演歌の修行、優秀優越目指すぜ最強。忍び忍んで。まさか化け物風情が歌の練習とは。誰だん？誰だんじゃねえよ。言っただろ、厄介な奴が近づいてるってよ。あ、そっか。ずいぶんと探しましたよ、ハチビ。お前、その服は確か暁とか言ったが。私の大刀サメ肌は強いチャクラが大好きでしてね、美味しそうなチャクラを嗅ぎつけたみたいで。悪いですが、このサメ肌の餌になってもらいますよ。何、命までは取りません。ふん、本来なら修行に専念だけど、お前のお邪魔俺様懸念。使用で少々時間かかるがしょうがない、すぐに消滅させようか。消滅するのはあなたの方ですがね。格段の差ってのを教えてやるよ。サメザメと泣かしてやるぜ、このサメ野郎。お前を星垣キサメ、以後お見知りおきを。星垣キサメね、オーケー。
タゴに食われてすぐ KO。 戦闘開始。最強の俺様と戦うサメ野郎、今日の運勢最高に最悪。運が悪いのはどちらでしょうかね。俺のスーパーパンチとスーパーピンチ。なるほど、さすがは八というところでしょうか。一気に決めるよ。タコ不勢がこの私を。なかなかやるじゃねえか、バカ野郎。この野郎、お前が油断してるからだ。バトルの中盤、バトルを制する俺の九番。最強の緊張力、あながち嘘でもないようですね。さっさと決めるぞ、比重化しろ。とっておきは最後に披露してこそヒーロー。ハチに出てきましたか。これは面白くなってきた。オーライ！サメザメと泣いたか、このサメ野郎。ウィー！